ュレルの化粧水。値段139円、109円じゃどっち？109じゃ同じじゃん。一緒だよな。明日から2泊3日で韓国旅行に行くので、そのパッキングをしていきたいと思います。2日目3日目の洋服は現地で買おうと思ってるので、1日目着る服しか持っていきません。で、この中にはシャツとかが入ってます。で、大事なメイクポーチ、これは朝も使うと思うんですけど、一応入れてきます。で、この中にはシャンプーとか、あとこっちがキュレルの化粧水と乳液が入ってて、これが美容液。
で、この前買ったのエリプスのヘアオイルを入れてきます。で、後ろにはピンが入ってます。試供品なんですけど、これはなんかボディクリームにできるらしくて入れてきます。で、くしは無印のパックを入れてます。一応ね、使うかわかんないけど入れてきます。ボディーソープ、あっちは結構暑いので日焼け止めも持っていきます。韓国の、差し込み口はなんかこれしか使えないので、 Amazon で買ったのでこれを持っていきます。と、今入ってないんですけど、この中にヘアアイロンを入れていきます。あと食べ物とか持って帰ってくる時用に一応ジップロックを入れていきます。流せるティッシュ、ホテルにティッシュがあるか分かんないので持っていくのと、あとなんかあった時用にいっぱい入れてあります。一応マスク使うか分かんないけど入れていきます。部屋着を持ってきました。部屋着はこの939って書いてあるやつ、シャツ1枚だけを入れていきます。後で小さいジップロックに入れるんですけど、この鉄分の薬とこの薬を入れてきます。で、あと帽子、明日朝かぶってきます。で、あと小さいバッグはこれでいくんですけど、この中にはリップとか、まとめ髪スティックとか入ってます。今回はこれで行こうかなと思ってます。現金と、あとカードが入ってます。あとエアポッツ、パスポートです。パスポートも絶対なくさないようにします。こんな感じで明日行ってきます。